そんな入りなかった。違いましたよ。パクるし入り方変わるし。今回のおすすめの店。じゃじゃん。ノンチャイヌレストラン。わあ。ノンチャイヌな。ノンチャイヌ。ノンチャイヌ。うん。ここのタイラーメン。タイラーメンって言うのかな多分。タイラーメンなんかな。食いってやろうか。いや、それがめちゃくちゃ美味しいから、食べましょう。早っ。切り方。セカンドロードやな。セカンドロード。ソイ12かな。12のどこやな。いや、いいのか。目印はメイタラホテルかな。あとはアートストリート。のセカンドロード側にある店、ノンチャイのものを紹介したいと思います。おう、はい、今回紹介するメニューはこれです。はい、映る映ってるけど、文字までは、まあ、クイッティアオって思うね、多分クイッティアオって、クイッティアオやっと思う、クイッティアオ、クイッティアオやっと思う、ここはなんかいろんなもの頼んで、うん、いっぱい紹介できたらいいねんけど、お金がいかれませんね。いかんせんすぐ腹いっぱいになるから、うん、じゃあ今回はこのおすすめのメニュー一品だけちょっと紹介したいと思います。はい、じゃあ行きましょう。農家農家エビがめっちゃ入ってんな。ここなんだっけ。そうだね、俺が食べてたら多分こんなのが入ってたんじゃない。そうだね、俺またあれやっぱりなんか 1年は空いてないけど、やっぱそれぐらいぶりに何かな、今は食べてきやん。ドラゴンもそうやし、カントリーローは去年多分違いますね、出てくる多いな。でもうまさやも食べてみましょう。絶対うまいよ。まずスープからいただいちゃっていいですか。あ、これうまいわ。優しい。コメント下手か。優しい味がめっちゃ。
食いってやほうが何か分からへんからそのタイのラーメン、うん、そのさもご存知って言われるけど俺は全然分からへんからこのだから法的なの白い麺あとそっちのほら法は無視か俺の卵麺みたいなやつあるやんあはいはい黄色いやつなうん分かる俺はこっちのな白いタイプの方がな好きやねんまあやっぱり完食しそういや全然いけるわマジで美味しいこれ食いってやを食べるときは俺はこの卵麺タイプじゃなくてこの白いも透明なものだからそれをもうぜひ食べてもらいたいさあ、お店紹介したんやんか、うん、俺の好きなもんばっかりでもその度にパイセンから、うん、グルメレポート食レポがもうあまりにも下手すぎるっていうクレームがめっちゃ入るからそこで見本、うん、見してもらっていいですか見本はい見本っていう顔出し NG やから顔は映せないからいいっすかカメラマンのパイセンちょっと見本してくださいなんかね、こっちはマッツンと違ってイノシシの麺って書いてあったんだけどイノシシの麺あ、イノシシのラーメンって書いてあったんだけど、うん、ちょっと多分このお肉が麺がイノシシなのこのお肉が多分イノシシやと思うんだけどあ、そうなイノシシ、一応イノシシ麺って書いてあってへー日本じゃあんまり食べられへんな、イノシシってどうなの、ほんまにイノシシかな豚かもしれんし、イノシシと書いてあったけどまあそうやったら食べてもわからへんまあちょっと食べてみようかなまたかイノシシか、うんどうですか？ね、多分豚だと思う。豚。うん、多分。イノシシそんなにジャンキーな感じはせえへんし、スープがちょっと塩分が高いかなってか。あ、優しくない？うん、優しいけどちょっと塩分高めかな。こっちのスープめっちゃ優しかったからやっぱちゃうんかな。うん、ちゃうわな、そんな取ってるあれが。お出汁が、ちょっと塩分高めで。塩分高めってことは。高血圧になるということねいや、そういうわけじゃなくてちょいちょい挟まれるとそっちの話流れちゃうから、うん、で、麺の方は縮れ麺というかまあ日本で言ったらカップヌードルの麺に近いから卵な、やっぱりそれは卵っていう、卵やかなでも卵じゃなくてただの乾水で練っただけの乾麺乾麺ね多分普通にお湯で戻しただけの麺かな特に何か特にいじったあれもないしスープもまあお出汁はちゃんとしてるけどまあさっきもついた通り優しい味っちゃ優しい味やから朝とか食う分には全然ただちょっと夜とかお昼間には物足りないかなってそれはパンチがちょっと弱い間違いないお腹いっぱいにならないってこといや、じゃなくて、その味付けが薄い、その塩分が高いだけあただのしょっぱいだけやからすごくそんなにおすすめっていうわけじゃないしところこれ、魚のつみれかなつみれね、はいはいはいだけど、これ自体もそんなに味が付いてないので全体的にちょっと濃い味が好きな人とか、まあ、タイやから汗かくんでどうしてもちょっと辛いのが欲しいけど辛いの欲しかったし強いの欲しいけどそんなにちょっとまあお年寄り向けというかそんなに若い人に受けがいいとは思わないかなと思う
ね。まあ美味しくないか美味しいかやったら美味しいんだけど、ちょっと麺も固まってる状態で入っていってるから、まあ、ちょっと、まあ、多分マッツの方が美味しいかなと思うんで、まあ、ここに食べに来る方はマッツの方頼んだ方がいいかなと思うかなと思います。まあ、以上です。ごないよ、おち。ごないよ。これはあれな、どうぞ。総合的にうまかったレベルに入るかな。いや、なすい。なしだね。そっち頼めばよかったね。そうか。食レポも、なすい。これも、うまくないと。まあ、うまくない。うまいこと言うかな。そういうことね。高いね、デブには物足りてみたいな。おデブじゃん、超デブだもん。